久保さん、僕あの空白の10年って呼んでるんですけど僕20代遊ばなかったんですね20代会社に泊まってねてか会社に泊まって仕事してる記憶しかない思い出しかないっていうねまあでもね昨日のことのように思い出せるぐらいいろんなシチュエーションがあって、まあんま振り返るとすげえ早かったなと思いますしもうほんといろんなことありましたよねテレビドラマみたいなこともありましたからねな会社でいろんなことがあって まあ、当時部長だったんですけど、うん、あの今、ね、社内でなんかその派閥ができてねもう収拾つかなくなって頭丸めてってね朝,朝礼してたんですけどその時にね朝礼でそのリーダー格の人前に来てもらって「あのとりあえずもう収めましょう」っつってねあの「とりあえず殴ってくれ」と「これで事を収めてください」と「僕の責任ですいませんでした」みたいな。 っていうね、なんかドラマみたいなこともやってましたからね。そう。ドラマですよね、もは <laughs> なんかね、まあいろいろ経験10年、あの20代の時にいろんな経験できて、今はそれがもう本当に資産になってるし、財産になってるし、<laughs> あの時もし遊びほけてたら、今の僕はないなと思いますし、うん。まあもちろんその20代に行く前の10代ですね、卓球やってたっていうのはあるんだけども、 ただ卓球はね僕あんま関係あるようで関係ないようで関係あるというか関係ないっていうかそのやっぱ僕もめちゃめちゃスポーツ頑張ってきた人なんか全国にいっぱいいるわけなんですよだけど大人になってじゃあスポーツ頑張ったからあの大人になってもうまくいくのかっていうわけではないんですよ僕が良かったのはビジネスを頑張ったから今ビジネスがまあ安定して稼ぎ続けられてるっていううんただそれだけなんですよね なんかビジネスを頑張ったからビジネスで結果出てるだけで卓球で頑張ったからっていうまあ土台の本質的なところは一緒なんだけどもでも得られる結果は違うのでうんだから僕はもう会社でね本当その仕事ビジネスをこうやってきてそれがあるからかなと思いますねうんやっぱその何に打ち込むのかだと思うんですよね人生って うん、手持ちのカードがない人ってうそのなんかその使えないカードってなんだろうな手持ちのカードも例えば卓球の手持ちのカードがあったとしても大人になって使えるかっていうと使いいづらいんですよ、ね、まあ卓球で例えばスマッシュが速いですとかねドライブ側回転量がありますとかサーブがうまいですってなった時にじゃこれをねじゃそのなんか大人になって活かせるのかっていうもちろんそのうん プロ選手として活躍するんだったら別の話ですよ。でもそれ一部なんで、卓球で飯食えるの人なんか一部なんで、だからまあ、何に本当に時間を使ったっていうのが、ーすごく大きなウェイクポイントなんじゃないかなと思いますね。うん。だから手持ちのカードも、何のカード持ってるのか、何のカードを揃えたのかによって、やっぱ勝敗が変わるのかなっていう。手持ちのカードを例えば、うーん、なんか、 クソ弱いのしか、ね、例えば、まあ、いろんなね戦略マージャンでも、まあ、技術があったりとかあその手配の読みだったりとかその上がり方とかねいろんな戦術戦略があるんだけども手持ちのやっぱマージャンピンが全く全然クソだったらこれさすがに難しいですよね久保さんどうなんですかどうですかねもう全くクソみたいな全もう絶対無理みたいな。 手持ちのピンしかなかったらこれで勝つっていうのは結構いばらのかなり難しいと思うんですよねももはや不可能に近いうんまあもちろん天才だったらそこからなんかいろいろとやってねあの勝ち勝てはしないけど負けないようにするって負けないようにするぐらいで勝ちにはいけないんじゃないかなと思うんですよねだ手持ちのカードっていうのはどんな手持ちのカードを持つかっていうのが結構 大事なななんじゃいいかなと思いますねどんな手持ちのカードを持ってるか、うん、みんな手持ちのカードを持ってるはずなんですよなんか生きてるんでねだけどそれどんな手持ちのカードですかっていうどんなイハ,イハイパイ持ってるんですかみたいなうんだからそれがね結構ね重要なんじゃないかなってこの億万長者合宿でもね手持ちのカード結構出てきていい言葉だったんですけどそもそもどんな手持ちのカードを持ってんのかっていうところも 結構重要なんじゃあ手持ちのカードっていうのは何かっていうとまあ僕は人生でこうあやっていく上でまあビジネスっていう手持ちのカードを持ってると非常に有利に動くってことですねビジネスをやってきたっていうそこに費やした手持ちのカードがあると非常にいいかなってでもこれがビジネスやってない人だと結構きついですね多分なぜならば給料もらって生きていくしかないので うん、はいいってらっしゃい。